週間のお天気をお伝えします。北海道はこの先曇りアイコンが並び、すっきりしないお天気が続きます。北海道だけでなく東北地方も明日から明後日にかけて雨の降りやすい状況続きまして、これまでに降った雨量も多いですが、引き続き雨の降る空となります。この後も大雨による災害の発生に警戒をしてください。東日本から西日本は18日火曜日まではよく晴れて気温が上がります。各地猛暑アイコンが採用されております。日中の気温は35度を大きく上回る予想です。熱中症に厳重に警戒をしてください。その後19日水曜日以降は20日木曜日まで前線により雨の降りやすい空と再びなります。お天気は崩れる予想です。21日金曜日以降は次第に日が差すところもありますが、福岡などでは雨が続きます。この先お天気変わりやすくなりますので、最新の気象情報をご確認ください。沖縄は18日火曜日までは雨の降りやすい空となりますが、19日水曜日以降は夏空が広がる予想です。各地蒸し暑い体感、また目先は厳しい暑さとなりそうです。暑さ対策は万全に行って体調を崩さないようお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。